かゆ、体かゆすぎて思いっきり挨拶しようと思ったけど、できないんだよな。俺、基本的に正直者だから、思いっきり挨拶しようと思った時って、本当に思ってるんですよ。ダバーみたいな感じでやろうと思ったんですけど、できなかったね。うん。まあ、これでちょこって出すのはね、俺好きなの。こういうちょこっと。うん。かゆい体が、それは眠いから。あと、風呂入ってないから。あと、乾燥とアトピー。うん。俺多分ミニアトピーっていうかアトピーだと思う。だってし、粉吹いてんだもん。これ粉だよね、白いの。あ、みんな見せませんが。おぉ、ポッカレモン調達するの忘れた。なんか腎臓あたりが、水飲みすぎて悲鳴上げてる気がする。痛えもん。俺の体はボロボロだぜ。だってジュースめっちゃ飲んだもんな。あはは、俺死んじゃう。死にたくないよー。そうなんだよ。ジュースなんで飲むかってさ、腹を一時的に満たすために飲んでんだよ。料理作るのは寝起きじゃ無理。うん。でもコーンフレーク、やっぱ、まあ、コーンフレークってなるとやっぱ言いたくないの。流行り物俺嫌いだからさ、俺さ、鬼滅の刃流行ったら絶対読めなかっただろうな。うん、って思ったけど、それは多分ないと思う。なんでかって、俺はワンピースを定期購読する。ワンピースじゃん。すごい、ジャンプはワンピースだけのものみたいになっちゃってるけど、ジャンプ定期購読するとき、やっぱワンピース目当てで買って、それで見たんだけど、もったいねえから、とりあえず買おうって思って、買ったんだよ。見たら面白かった。でも俺も昨日のなんかトミーさんですごいムカついたけどね。そう、愛とか友情がどうのこうのって言って、見ずにも言うなよって思っちゃって、やっぱ次なんですよ。俺別に確かにテーマに愛と友情はあるかもしれんけど、俺好きなんだけどな、そういう、やっぱ見てないよ。だから、上辺しか見てないんだよ。それがめちゃくちゃムカつけて、基本的に興味見たことない人間でそうじゃん。上辺しか見れ、上辺すら見れてないわけじゃん。適当に自分の中で作って。うん。俺もそういうところは全然ある。っていうか、それが偏見だから。うん。その名も偏見。だからね、ワンピースとかも面白いんですよ。なんか変に言われてるけど、やっぱり。やっぱ、それ許せねえなって思って。俺漫画好きだから。それは違うよ、トミーさんってなっちゃった。見もせずになんでそんなこと言うんだって思って。うわーって、ぶち切れちゃった。俺も、情緒をバグってるから、鬱だし。頭おかしい、気違いだから。すごい切れちゃった。うん。暴れたもん。うん。そういうやばい人です。分かったでしょ。3分で3分で分かってるの、俺がやばいってこと。3分の最後の方でね。まあ2分の最後の方か。まあ出るわけでね、俺はやばいやつなんですよ。うん、かゆいな、体がかゆい。俺でもそれが人間、うん、それが違いってもんだ。うん、納得してるようで納得しながら、まあ、納得とかでもそういうもんだよな。そういうもんだけどムカつくだけっていう。それとは別にムカついてるだけ、別じゃないんだろうね。かゆいね、股間が。うん、風呂入った方がいいよね。入りたくないんですよ。眠い時ってもう体がね、まんべんなくかゆくなるんですよ。うん。で、動画も全部上げ終わったね。まあ、喋ることないか。もう終わっちゃう、寂しいけど。じゃあね、みんな。いや、もうちょっと喋ろうか。うんちだし。うんちってなんだろうな。で、動画投稿し終えて、まだ眠くなかったら、動画撮ろうかなって思った時に、そのお母さんが帰ってくるから、うん、そんな感じですね。なんか、俺って変なやつだね。よかった、俺変な人間で。やっぱ変ってアイデンティティだからね。よくない？そういうの。いや、いいでしょ、別に。かゆいなぁ。マジでかゆい。バターうまいよなぁ。まあ俺バター丸かじりはしてないけどさ。かゆっ。おい、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 おい。でも天ぷらはやっぱ店で食った方がいいよな。マジで天ぷらってむずいな。お母さんの天ぷら全然美味しくないからな。まあ、絶対俺がレシピ通りに作って、まあね、何回か試行錯誤して作っていけば、うまいのはできるんだろうけど、そんなめんどくさいことしたくないから。うん。唐揚げはうまいの作れるようになったんだよ。
すごいでしょ、俺。俺、ボクチン、すごいでしょ。めっちゃ痒い。頭かいいな。お。動画全部終わったわ。上がり終えた。上がり。てなわけでね、やめる雰囲気みたいに出してやめないっていうの好きなんですよね。かゆいな。かゆい。かゆいってことだけをね、皆さんに伝えたかった。なんか、喋ることないか。そろそろやめとこうか。でも、やめ惜しいな。うん。寂しいな。鼻かゆいし。やることないからな。やめとこうかな、さすがに。うん。許しといたるわ。許しといたるたるわ。ってなわけでね。いややめれない。さすがに。なんかやめれねえわ。やめたくねえんだ。なんかまあ喋ることはないんだけどさ、なんもないよ。ペチペチだけ聞いといてくれ。いやー、最近俺の作るオムライスが美味しくてね、美味しいっていうかもうね、単純に、あれなんですよ。卵にね、卵3つに、生クリーム大さじ2杯と、まあ、ちょいちょいっとマヨネーズと、塩ちょいちょいっと、白胡椒。白胡椒ね。ホワイトペーパー、ホワイトペーパー、ペッパーですから、をちょいちょいって入れるとね、美味しい。ホワイトペッパーが何のために、入れてるのか、ちょっとよくない。なんか入れた方がいいって書いてあったから、入れてみました。フライトプープー。ベイブーレロ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 こういうことしたらさ、ギャップ萌えみたいなのが売れるんだけど、ねえからな。こういう顔のやつはこういうことするから。予想通りよ。逆ギャップ。うん。ギャップがないってことなんて言うんだろうな。そのまんまなんだろうな。うん。てなわけでね。てなわけでっていうの好きなんですよ。てなわけでってね。終わるみたいじゃん、動画が。うん。てなわけで、てなわけでなんだよ。ずっとてなわけで。まあ、眠くなった時はね、ナチュラルハイ状態になるのかって言うと、俺はそうだとは思わない。うん。ナチュラルハイじゃねえんだよ。うん。なんかね、その無駄なもんがなくなっていくっていうか、その、変にさ、やっぱ鎧みたいなのがあるよ。無駄なこと考えてたり、その無意識的に、なんつうんだろうな、考えてる。その、なんか動画の前だからみたいな。そういうのやっぱ絶対あるんですよ。俺が日常生活で喋ってるのほぼ変わらないんだけど、本当にギリギリ、意識しているわけじゃないけど、だからといって無意識でもないっていう。どちらかというと無意識寄りだとは思うんですよ。うん。そういうものでなんか動画のことを意識してると思うんですよ。うん。体が勝手にね。だってカメラがあるんですもん。うん。やっぱ人間はカメラがあるとね、意識してしまうんでしょうね。だからいかにゲップをするか、鼻くそをほじるかっていうのが大事になっていくんだけど、もう、ケツをかいた手で、その、鼻くそをほじるとダメなんですよ。鼻が痛い。俺の手汚ねえからさ、鼻ほじってると鼻がなんか痛いんだよね。痛いっていうか、ジンジンじゃねえんだよ。ツイーン、ツイーンみたいな感じ。炎症が起きんの。バイキンのせいで。みんなやめだね。うん。ちゃんと清潔な手を頼もうね。頼もう。うん。もう汚い手からはもうどうしようもできないって言ってるようなもん。癖だからね、体かきまくってるから、体かいた手で鼻ほじる。そうするとバイキンがね、入ってね。で、目とかこすると俺ちゃんと物もらいとかね、すごい俺物もらいになりやすいんですよ。自分の物もらってんだよね。もらってんじゃねえんだよな。移してるだけ。移動してるだけ。うん。かゆう。顔がかゆいでござんす。なんかさ、高級っていうか美味しいホットドッグがあるんだったら美味しいアメリカンドッグがあってもよくない？今度俺やるわ。やらねえけど。まあ、やるって言ったら、セブンイレブンのさ、ホットドッグの中のソーセージ。あれ多分ちょっと美味しい魚肉ソーセージだと思うのよ。だから、それを引っ張り出して、アラビックヤマトじゃなくて、アラビキフランクフルト
いいよな、コンビニのああいうコーナーって最高だとは思わんかね、マジで。てなわけでね、俺はあのコーナーが大好きなんですよ、ホットスナックね。うん、愚かだよ俺は。適度に運動して適度にああいうもん食べていこうぜ。うん、申し訳ないが運動はするし、ちゃんとした食事もとるけど、結構な頻度でああいうものを食べていきたい。でも俺大人になったらすぐ死ぬだろうね。あの金あったらそういうもんしか食わねえから、うわーって食べまくって死ぬ。普通に今の状態でも生きてるのが奇跡みたいな状況だと思う俺は。いろんな意味を込めてね。うん、まあでもどっちかっていうと肉体的な意味だろうけど太りすぎだからちょっと本当にジュースとかね、お菓子取るのやめたら本当3キロ痩せたんだよ。すごくない？みんな痩せたんですよ。でもさ、食事めんどくせえな本当に。なあ、痩せるんだよね、そういう体にあんまり良くないものをね。まあいいや、やりたいようにやらせてもらいます。どうも殺し屋です。違います、俺は殺し屋じゃないぞ、うん、俺の名前は羽島京志郎、職業は喋るいやーもうね、俺が楽しい時に喋るだけで金になれ、いやというかなってる、実際になってますしね。うん、まあこんな感じでね、うまくいければいいだろうって思ったけど、うまくいかないんだろうね。まあね、宝くじだからな、本当に俺がやってること、 YouTube でやってることって。あ、でももうね、悲しいことにね、もう YouTube 始めてね3年経つんですよ。多分嘘、2年だな、うん、まだ2年なんですよ。あれ、いや3年経ってるな、もう YouTube 自体始めても4年経ってる、うん。で、動画活動、俺は結構小さい頃からね、継続的に動画撮った時ね、初めて動画撮った、自分で動画撮った時は、動画っぽい動画を撮った時はね、小学2年生なんですよ、俺。小学2年生、8歳の頃ですね。なんで俺は動画歴、もう今年で10年です。はい。舐めんなよ、マジで。舐めんなよ、本当に。本当に舐めんなよ。うん。いやー、でもさ、なんつうんだろうな。今がすごい辛いけど、まあ、すごい辛くはない。別に、どうでもいいかなって、ポワーンってしてるから、辛いともあんま思わないな。ポワーンってしてるから。最近はやっぱりね、ちゃんとお父さんが帰ってきたら、寝るようにしてる。うん。だから俺、すごいいい耳栓が欲しいな。ちゃんと。ちゃんと欲しいわ。最高の耳栓を買わなきゃな。イヤホンも壊れたからな、金ないけど線を買わなきゃな。いやでもイヤホン高いね、やっぱね、バグみたいな値段するわ本当に。イヤホンの線って買うと5000円くらいするんですよ。よくよく考えたけどさ、うん、でも5000円払うだけで、その1万2000円分くらいの、あの1万2000円のイヤホンが使えると考えれば安いって考えてるけど、よくよく考えたらめちゃくちゃ高いな。俺が寝ながら使ってるからいけないんですよ、思いっきり。あとね、使い方も悪い。そのせいでね、2ヶ月くらいで壊れる。でも1年保証がついてるやつは俺好きじゃないの、型番的に。シワのやつは寝るときに邪魔だから、うん、寝なくても邪魔だし、あれ横に出っ張ってるやつ、あれすぐ壊れるんだよ。すぐ壊れるくせに邪魔だから、分解してやろうかなって思ったけど、ダメなんだろうな、なんかうざいね。普通の線売ってくれないかな、シュアは。シュアはよ。はぁ、YouTube で稼いでお金欲しいけど、YouTube で稼いでるやつってやっぱちゃんと分析してるやつだよな。ちゃんと論理的にっていうかさ、数字、データをちゃんと取ってるやつだよな。それは俺にはできん。でけへん！わしにはでけへん！でけへん！でけへんのよ！
だから運です。俺は運はそこそこいい方なんで、あーまあね、運はいいでしょう。運がいいのでお金いっぱい稼げるでしょうな、俺は占いによるとなんかね、すごいお金稼げるらしいのよ。それでなんだけど大器晩成型らしい俺多分30もいかずに死ぬから、うん、うまくいけば30以上長生きするけど、ストレスフリーで、あんま俺ストレスないから、いやストレスあるんだけど、あのみんなってやっぱストレスの連鎖じゃん、もう最悪じゃん。すごいよな、みんなちゃんと生活してるだけですごい、生活してるだけですごいのよみんな。だからみんなはね、生活ができるだけで、だから俺はもう本当に歯磨きするだけで俺月収50万もらっていいと思う。歯磨きできるだけでもう月収50万よ、うん、みんな朝ちゃんと起きたらもうそれはもう年収1億よ。仕事したらもう100億ない、うん、それは言い過ぎだね、うん。でも俺仕事してる人は全員問答無用で1億円もらった方がいいと思う、手取りで。仕事してんのすごすぎるからな、よくよく考えて。俺絶対仕事しねえからな、マジで。なんで仕事したくないから。まあでも大人になって諦めてくれんなら別にいいんだけどさ、今の俺じゃ諦められない。諦めるってか嫌なの俺、うわーってね、口からね赤い泡吹いて死ぬから、うん、血が混ざった泡、うん、って死んじゃうから無理よ。仕事なんかできるわけないから。うん。本当になんか話のできない、あの精神障、あの障害者っていうかさ、精神異常者になっちゃう。もうただずーっとなんか変な声出してる人になっちゃうから。うん、重症になっちゃうから。そういうこと考えて仕事しない方がいいよな。うん。まあ俺は真面目人間だから多分ね、精神がね、真面目ってめんどくさいね。一応適当に生きてるつもりだけど、やっぱ真面目は抜けきれないね。うん、てか俺真面目だもん、やっぱりなんだかんだ言ってね、うん、で真面目の悪い部分だけある感じ。真面目のいい部分は全部捨ててきた最悪な真面目、うん、ってなわけでね、終わる感じ出すの気持ちいいわ。終わると思った、うん、かゆいんだよ体が。いや回答になってないね。いいんですよ、なんで答えを出さなきゃいけないんだ。人生はまだ終わりじゃないだろ。適当なこと言ってんな、それっぽいことばっか言って。マジで宗教立てようかな、宗教は。うん、なんだろうな、ニコニコしようでいいかな。いや宗教むずいよな、意外に。人を傷つけるのはやめようっていう家訓で、そのやる気さんが来てたから、やる気さんはボコボコにしようみたいな言ったら、なんか第一条に矛盾、すぐ矛盾してるって言われて、俺多分宗教できない、うん、宗教作るのむずいわ。俺は宗教できません。でもそれっぽいことは言えます、名言風な言葉はね。うん、でもやっぱニコニコするのむずいね。俺ニコニコして、でもなんだかんだ言ってニコニコしてるけどね。あ、でも動画撮ると俺ニコニコするんだよ。だ、自分が変なこと言うじゃん、はっ何言ってんだこいつ、おもろいのニカって笑っちゃうから、やっぱ動画撮んなきゃダメだ。でもね、すごいいい動画撮れた時は本当に鬱が吹き飛ぶのよ。一日だけすごいでしょ。やっぱそれくらいもうね、最高なのよ。うん、やっぱ喋るってのは、これからもどんどん喋っていきたいね。うわ、声帯がんになったらどうしよう。あ、でもいっぱい大声出す人って声帯がんになるしからね。でも俺そんな大声は出してないけどな。あと俺そんな喋ってないし、脳で喋ってるだけだし。いやでも脳で喋るの気持ちよかったら、俺本当にね、気持ちいい時ってマジでね、あのカメラ回ってない時にね、ずっと喋るのが一番気持ちいいんですよ。でも眠くなった時に喋るのが一番いいな。やっぱ眠くなってから本番っていうか、別にさ、ナチュラルハイじゃないんだよな。ナチュラルハイなんだろうけど、ナチュラルハイなんで気持ち悪い言葉使いたくねえからさ。気持ち悪いっていうのはお母さんが使ってるので、なんでそこでってなるけど、なんで気持ち悪いって思うか分からん。気持ち悪いって思ってるのは思ってんだよ。気持ち悪いんだよな。うん、かかとかい、かいくて、かいたらすごいくすぐったかったから変な声出ちゃいましたね。うん、鼻って絶対吸うよりもさ、出した方がいいよね。あー、くすぐったい。何しよう、何もすることねえわ。てなわけでね、
てなわけ。でも水曜日のダウンタウンってすごいひどい番組だよね、なんかね。うん、なんか師匠、漫才の師匠2人がめちゃくちゃ仲悪いから仲良くさせようみたいなさ、じじいいじめてる番組じゃん。坂東英二もいじめてね、あと誰だっけいじめてたやつ、ひどいよな。やっぱ水曜日のダウンタウンの作ってる人って心ないんだろうね、ちゃんと。うん、なんか現場の人みたいな、うん、怖いね、心ない人。まあ、20分経ったからやめるか、さすがにね。ってなわけでね、名残惜しいですか。にゃ。